1992年アルベールビルオリンピックは、1992年2月8日から2月23日まで、フランスのサボア県アルベールビルで行われた、冬季オリンピック。64カ国、地域、1801人が参加した。夏季オリンピックと同年に開催された最後の冬季オリンピックであり、 次の1994年リレハンメルオリンピック以後は4で割り切れない偶数の西歴年に開かれている。また、スピードスケート競技を屋外スケートリンクで開催した最後の冬季オリンピックでもあった。1992年アルベールビルオリンピックの開催は1986年10月17日にスイスのローザンヌで開かれた第91回。 国際オリンピック委員会総会で決定された。開会式及び閉会式の演出は31歳の振付や演出家フィリップ・ドゥ・クフレに委ねられた。夏、冬通してオリンピック初の夜の開会式。開会式では一人の少女が一羽の鳩を空中に放ち、ラ・マルセイエーズを歌うオープニングから空中ブランコや竹馬などサーカスの技、南仏の民族舞踊。 アイスダンスなどによって人々が華麗に空を舞い練り歩く祝祭が繰り広げられた。聖火の転加は東京オリンピック史上初となる間接的な点火となった。ソビエト連邦の崩壊直後の開催となった本大会では旧ソ連諸国の内ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、ウズベキスタン、アルメニアの6カ国が EUN という一つのチームになって参加した。 金メダル、銀メダル、銅メダル。ドイツに次いでメダルを獲得した国、地域 EUN は旧ソ連の統一チームである。詳細は EUN。スピードスキーでスイスの選手、ニコラ・ボシャテイが決勝前の練習中に雪上車と激突、死亡した。同化線を用いたもの。夏季では1980年から導入。ありがとうございます。